キチャンネル。こんにちは。さあ、甲子園もね、はい、慶応技術高校が107年ぶり、ね、甲子園に優勝、はい、だって107年前はまだなんとか中学校って言われてたらしい、ね、そうですね、うんうん、あとなんか台湾とかのチームも参加してた時代なんだよね。そうなんですか。昔だって台湾も日本だったから、はい、そのね、戦時中とか、うん、それで参加してた、うん、だって私の母校、静岡高校も静岡中学校時代に優勝してるんです。そう、徳島とか無野中とかね。へえ。昔はそうな、そう感じだった、ね、だったじゃんね、はい、で、まあ、107年ぶりっていうところで、うん、今、はい、大変危険な状態に入ってます。危険、残念ながら。え、危ない、これは危ない。うん、何が。慶応高義塾高校が、はい、まあ、甲子園優勝して、うん、結構メディアでも多分もう今ももうだいぶ取り出されて、うん、まあ、ネット界隈の人たちが好きそうな話で、はい、かなりワイワイになってると思いますけども、はい、挑発ね。あ、挑発どうなんや、はい、坊主どうなんやって、うん、論争、はい、あとはまあ練習は考えてやるみたいなところもあるけども、うんうん、まあ、大きく言えば挑発どうなんやっていう、うん、どうですかそれは。挑発、高校野球坊主、うん、挑発どうですか。私は正直丸刈りじゃないとこうなんか気合が入らないとかそういうことじゃなく、ちゃんと練習して野球に釣り込むのであれば、うん、というか別にど私はどっちでもいいと思うんですよ、うんうんうん、なんだけど私の時代はやっぱり野球部イコール丸刈りだし、うん、なんか私は丸刈りでなんかこう練習してる姿って私はかっこいいと思ってた方なので、なんかなんだろう、みんな自由になるちょっと寂しさみたいなものは感じるんですよ、うん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 、でもまあ正直どっちでもまあいいかなとは思います、うんうん、でも寂しさはある、うん、はい、だって俺らの時、はい、中学校、うん、中学校よ、はい、高速で男子全員坊主だから、うん、高速で、うん、中学校で、うん、俺らの時、スポーツじゃないよ、うん、はい、男子は坊主、女子は肩まで、うん、あ、おかっぱみたいなね、髪の毛が、うん、で肩より長い場合は一つで結ばなきゃいけないって、うん、え、中学厳しすぎません？時代だから。あ、そうですか。徳島県になると多分全部そうだったと思う。へえ。それそうだよね。だってその教育委員会が上にいて、それの元も来るから、うん、その私立じゃない限り、はい、公立だったら学校独自でそんななかなかね、うん、昔の時代だとないじゃん。はい、全員坊主だから卒アルとか、はい、男子全員坊主や。そうなんだ。だから小学校の時、はい、小学校は自由だから、うん、小学校の時、はい、髪伸ばしてた人も全員坊主、男の子は。え、それは佐藤さんの学校もそうだし、うん、その周りも結構そう。そう、中学校。だから野球部だから坊主とかじゃない、はい、全員坊主。え、高校は？高校は自由だけど、はい、野球部は坊主。坊主、うん、ってなった時に、はい、これ今一番危ないのが、危ない100ゼロ論争になってる、はい、もう、うん、坊主は古い、坊主はダメってなってる。あ、これは危ないね。あと 強制させるべきじゃないってことですか。逆強制になってる、うん、坊主はダメっていう、はい、何やらしてんだよ坊主はダメやってなってる、うん、風潮的にこれなんか世の中の メディアとか、挑発の方がいいじゃん、挑発 OK、 古い文化崩れた、強制坊主なんてダサい、古すぎる、昭和ジジイかみたいな、なんか令和だよね、もうそういう自由な時代だよねっていう風潮ではありますよね、うん、けどもう100ゼロ論争になって坊主はダメの方になっていってるんだよ、はい、坊主は古いみたいな、うん、ね、これでなんか昭和ジジイの概念が崩れた、慶応が優勝したことによってみたいな、うん、まあまあこれはやばい感じになってんなみたいな、はい、俺の理屈で言うと、うん、はい、自由なんやろと、うん、じゃあ別に坊主でもいいんじゃないのっていう、坊主でもいいと思います。でしかもよ、うん、これはやっぱ昔のなんか、はい、ゴリゴリ派と練習ね、はい、俺はもうゴリゴリ行くぜ、うん、と、いやもう自由にエンジョイベースボールで行きますよ、うん、もういやどっちでもいいじゃんと、うん、行く人選べばいいんじゃないのと、うん、いや俺はゴリゴリやりたいっていう人もいれば、うん、俺はエンジョイでやりたいっていう人もいるだろうし、別にそれはそのチームがその方式なんだったら、それを周りがごちゃごちゃ言う問題でもないし、うん、それはもう行く人が選べばいいんじゃないのって言った通り、うん、この髪型にしてもよ、はい、じゃあ慶応のやり方がいいと、うん、ね、いや慶応的技術素晴らしいな、じゃあ行けばいいじゃん慶応に、うん、そんな簡単に行けないと思うけど、はい、だって今回優勝したメンバーの中で一般入試で入ったやつ一人らしいからね。あ、そうなんだ。あとは全部スポーツ推薦で入ってきてるやつ、
結局は、うん、はい、だからまあもうスポーツでトップクラスになれば慶応にも入れるかも分からないけど、はい、普通に考えたら行きますって入れないわけじゃん、うん、ここもいるわけじゃんね、はい、で広陵みたいに広島の広陵も全員坊主で、はい、うちはそうなんですと、うん、でもそれを広陵古いとか、うん、広陵のやり方ダメやとか、うん、昭和ジジイみたいな、うん、今度強制させてっていうのを批判するべきじゃ俺はないと思うんだ、はい、それが嫌なんだったら、うん、いや広陵はそれが伝統であってそれが文化であって、うん、それを良しとしてるんだったらそれが大チャンスからそんなのって言う必要なくね、はい、正直ね、うん、その価値観とか考え方が違うだけで、うん、別にそれでも広陵で野球したいと、うん、坊主にしたいですの人もいると思う、うんうん、でそれで行くんだから別に嫌だったら行かなきゃいい、別に広陵に行く必要ないわけじゃん、はい、広陵しかないわけじゃないわけだし、うん、別に広陵に行かなきゃいけない必要もないし、うん、別にそれが嫌なんだったら行かなきゃいいわけだよね、うん、しかもそれはもう言ってるわけじゃん、はい、いきなり入ったら聞いてないよみたいな、うん、坊主聞いてないよみたいなだったらちょっと話が変わるけども、うん、もうそれはもう分かってるわけじゃんね、うん、分かってるわけなんだから嫌だったら行かなきゃいいわけじゃん、はい、広陵に行かなきゃいけない必要なんてないわけじゃんね、うん、別に広小でもあるわけだし、はい、他にもいっぱいあるわけだね、はい、でも別にそれを否定するのがおかしいと思う、うんうん、だから坊主は坊主のとこでいいし、長髪は長髪のとこでいいし、はい、長髪がいいんだったら長髪のとこで行けばいいし、うん、一番健全なのは、はい、慶応義塾の中で 20% ぐらい坊主のやつがいるが一番健全になっちゃうかと思ってる。あ、自由ってことは、うん、長髪じゃなくてもいいってことだ。もちろんそうですよ、自由、うん、だからその慶応義塾高校の中でも、うん、長髪の子もいるけど、はい、坊主の子もいる、うん、どっちでもいいんだよ、はい、健全じゃない、うん、これが一番怖いのが、うん、長髪じゃなきゃダメ、坊主はダメ論争になってくると、うん、坊主にしたい子もいるわけよ、はい、あとは坊主にするしかない人もいるわけよ、うんうん、いろんな事情でね、はい、坊主にするしかない人もいるわけだよね、うん、ってなった時に何坊主にしてんだよ、だっせーな、うん、それっておかしくないですかっていうと、確かにその考えが入るのはちょっと怖いですね。でも今何かけてんのよ、うん、もう坊主出せ、昭和今時坊主なのっていう、なんか部内でのそういうのがあるのもやったりですね。坊主にしたかっても、うん、何坊主にしてんだよ、出せな、うん、危なくない、はい、でもその論争に今なりかけてるから、うん、俺はあえてこれを言って警報を促してるっていう、うんうんうん、中には坊主がいい人もいるわけだからね。いや、私は結構丸刈り好きなんですよ。だ坊主ね、楽なんだよ、はい、あっちー水じゃーさでもう辛くなる余分なその言えば色気じゃないですけど、うんうんうん、そういうのにもうなんか惑わされず、うん、もうスポーツ一本でっていうのにやりやすい気はする。あと、うん、金かかんないのよ。経済的には坊主の方がめちゃくちゃできるし、仲間にやってもらえるし、そうそう、家とかでもできるわけよ。俺も、うん、だって、まあ、小学校ぐらいまで家でやってたからね、はい、お父さんお母さんがね、はい、このやつで、うん、で俺わかんないけど高校生とかでもカット5000円ぐらいいるんちゃう、うんうん、普通に美容室に行ったら、うん、まあ、3000から5000とかかかるじゃないですか、うん、それもあの、なんちゅうの、駅前の1000円カットみたいなところじゃなかったら、うん、まあ、3000ぐらいかかるんじゃないですか、絶対いるわけでしょ、うん、で予約していくのやろ、はい、そんな時間あるの俺、まあ、今とかもう休みあるか、俺らの時とか休みないから、はい、髪切りに行く時間とかないから、うん、だって慶応の場合はですよ、あの練習時間も、まあ、朝からみたいなのを攻略しないって言ってたじゃないですか、うんうん、あるんじゃないですか時間は、うん、でも学校終わってから練習するじゃん、はい、ってなった時に、うん、いくら練習しないって言ってももう7時とかにはなるわけじゃんね、6時とか7時には。でも土日、うん、もうじゃあ早朝から夜までやんなければ、うん、よしと行けますよ全然。だから予約して、はい、予約して行くんだもんね、はい、でもだからその時間に必ず終わらなかったらいけんじゃん。でも練習がない時間を必ずだから遅めにしなきゃいけないよね。しかも100何人いるんだよね、うん、そのもう美容室、いろんな美容室行かなきゃいけない、ね、予約して、だってこう埋まっちゃうじゃん、はい、だって1ヶ月に1回ぐらい行かなきゃいけない、うん、いい感じで保つためにはよ、多分それぐらい決めてるからいい感じで保つんだろうね、はい、いやそんな決まってます、髪の毛髪の毛、でもマルタ君とかプリンスって言われて決まってましたね、うん、だってすぐ耳とかにかかってくるじゃん長いってことは、うんね、坊主とかそんななかなか行かなくてもちょっとこう張り出ずみたいになるだけで、うん、はい、だから金かかりそうやなって俺は思うね、まあ、かかるんじゃないですか、うん、長髪の方がかかると思うんですよ、うん、保つためにね。 あと田舎に行けば行くほど、はい、そんなないからね美容室ね都会はいいよ、はい、いっぱいあるから、うん、田舎に行ったらほぼそんなないからね。意外とお母さんとか切ってるかもしれないですよ。いや、それは坊主だったらいいよ、
そんなま高校生お母さんが素人で切るわけないよ。切らしてくれへんやろ。そうですか。切らしてくれる？自分が。いや私嫌ですよ。嫌ですよ。そんなもん多分全員嫌だよ。嫌だ。そんなもんおかっぱとかになっちゃう。そうですか。だからそこら辺の経済的なこととかどうなのかなっていうところもあるけども、うん、ね、うん。でもこの100ゼロ論争になってんのが危ない。うん、そうですね。正直もうなんか挑発の方が絶対、うん、坊主は古いダメみたいな感じに持っていこうとする人たちがいっぱいいるから、うん、なんかそのね野球界が好きじゃない人、うん、はい、高野連嫌いな人、うん、あのねこういう人たちがこれに乗っかって古い言い出すのよ、はい、でしかもよもっと言いたいのが、うん、今年からじゃないからねっていうもう、はい、何年10年前ぐらいからいるよな髪伸ばしてるところな。え全然昔からその甲子園に出てる学校では少なかったかもしれないですけど、でもそれでもいたよな甲子園出てるところでもね、まあ、多くはない、うん、今みたいには多くなかったけど、うん、今始まったわけじゃないから、でも多くの人たちは初めて見てるから、うん、はい、もうこの 2,3 年の間に慶応発信ぐらいですごいみたいな感じになってるけど、楽天の岸投手は丸刈りにしたくなくて名取北高校に入ってるんですよ、うん、だからそういう学校も少なからず全然そう、だから昔からそういうのはあったわけよ、うん、はい、ただ慶応が優勝したっていうところで注目度が高くなって、はい、なんかもう知らなかった人は、うん、慶応発信ですごいみたいな、慶応から買い出したんやみたいになってるけど、はい、もう何年も前からそういう風潮は出てきてますよみたいな、はい、だから俺からしたら徐々に増えてんですよね、そう自由な学校が、うんうん、だからなんか今更感はあるけども、はい、自由ってことは坊主にする自由もあるから、うん、そしたらよ、はい、ニュースがあったんだよ、はい、慶応高校、はい、部員一人だけ坊主います、一、うん、人だけ坊主、はい、この子はやっぱ坊主がいいらしいね、はい、この子はね、うん、だから一人だけ坊主いる、へー、健全だね、はい、健全ですね、うん、うん、坊主ダメが一番ダメ、はい、正直、うん、長髪でもいい坊主でもいい、うん、好きなんでいいんじゃない、うん、それを部の伝統として強制するのもあってもそれも文化じゃない、うん、嫌なら行かなきゃいいじゃん、うん、それを周りがどうのこうの言うこともないし、人が集まらなくて困るようになったらそのルールは変えざるを得ないわけだから、うん、必然性に変わっていくわけよ、うん、ね、でもそれがいいと思って集まる人もいるわけだから、はい、それに対して周りがごちゃごちゃ言う問題じゃない、うん、この挑発問題のもう一番の論点は、うん、坊主でもいいじゃん、挑発でもいいじゃん、うん、周りがごちゃごちゃ言う問題じゃないんじゃない、うん、どっちかが0100じゃないんじゃない、うん、だけ言いたいっていう、そうですね、うんうん、自分が行きたい学校に入ればいいわけですよね、そうどういう学校かなって調べて、うん、今だって分かるやろスマホで調べたら、はい、おいらん時はよ、うん、どんなんかな、はい、ちょっと見に行こうもう見学しかないからね、はい、あのネットのとかの外とかでどんなことしてんのかなって遠目で見学しかないけど、はい、今なんてね、うん、だってスマホで情報にもあるから、まあ、そうですね、うんうん、どんなんとか、まあ、外からこうやって見ても全員丸刈りかな、あ、挑発いるな、まあ、そのルールは分かるじゃないですか、でもそれが1年生を強制なのかな、はい、2年生から伸ばしていいのかなとか分かんないじゃん、分かんないですね、うんうん、それを今だったらもう分かるわけです、そうですねだからそんな自分で選んでね、うん、行けばいいんだから、うん、別に嫌だったら行かなきゃいいし、うん、行きたいとこ行けばいいし、うん、それが挑発だろうが坊主だろうが強制されてようがされてまいが、うん、それは別に行く人が決めればいいだけで、はい、周りの人がごちゃごちゃ言う問題じゃないっていう、ね、そうですね、うん、まあでも私から言うのはあの坊主全然ダサくないです、うん、私すごい坊主好きで中学校の頃好きだった人野球部でも何部でもないのに、うん、坊主の人好きだったでもあれだよ、で坊主でしょ、はい、俺らも何かあったらソリになっちゃうからね、ソリ、うん、ゴリ、もうなんかもうツルツルの、はい、もうゴリになって、あ、ゴリ、うん、タオルもあるって引っかかって T シャツとかも引っかかって切れないみたいな、もうツルツルになってソリン、ソリン、ソリン全部つけないでやって青くなるやん、はい、青くなる人いるやん、うん、あれとかやらされるから、罰になると、へえ、うん、でも別にみんなそうだから、はい、違和感ないんだよ、そうどうせ坊主だしそうですね、まあ、ということでね、うん、まあ、最後に言いたいのは坊主はダメじゃないんですよっていうね、慶応、うん、にもいいんだから、一、うん、人で、そうですね、だから俺慶応に 20% ぐらいは坊主もいて、うん、これがやっぱ一番いい姿なんちゃうかと思うね、うん、なんかそしたら本当に自由じゃんね、そうですね、うん、まあ、強制する必要はないけども、うんうん、え、佐藤さんの学校がじゃあ自由だったら佐藤さんどうしてました？
俺だって中学校坊主だからね、はい、もうそしたらそのまま坊主だったと思う。高校がどっちでもいいですよって言って、うん、まあ、仲間が半分ぐらいもう髪普通に伸ばしてた。そしたら佐藤さんどっちにしてました？いや俺そのまま坊主だったかもしれない、わかんない。だからそのなってみないと、うん、俺まずあの髪の毛に何の興味もないから、はい、だからちょっと寝癖とかついきながら俺放送とかしてるやん、はい、ハブさんみたいに、はい、俺セットとかもうやり方わかんないからね、はい、切ってるだけだから、うん、そんな言うほど別に、うん、なんか髪の毛こうがとかって意識全くないから、こうやって車の窓とかでこうやって直したりとかするタイプじゃないですね。全くしない してるように思うか俺が。思わない。こんなもう多分水でシャッシャーってやってきてるだけなので、はい、大げさに言うと。佐藤さんがいちいち車のミラーとかでこうやって髪直せたらちょっとなんか嫌ですよ。もう俺全く気にしないから、もう楽な方がいいから、はい、だからそういう人もやっぱ中にはいますしね、うん、そしたら坊主の方が野球に集中できるし楽だっていう部員も少なからずまあいるでしょうしね、うんうん、だからまあ自由でいいですよね、うん、だからまあ坊主でもいいんですよっていうね、うん、このなんか100ゼロ論争はマジ危険だから、はい、まあ、多分100ゼロ論争になっていくから、うん、見てて。なります？なってるから、だって今の時点になってるから。あ、そうですか。うん、100ゼロ論争に、はい、まあ見てて面白いから私坊主残してほしいな。うん、だからいいんだよ自由でね、はい、本当の自由ってそうだからね、うん、大げさに言うと坊主は古いって言ってる人がの方が自由じゃないからね。はい、だって長くないとダメやって自由じゃないじゃん。そうですね、うんうん、自由っていうのは坊主もいいじゃん長髪もいいじゃんって言ってるのが自由だから、うんうん、まあ見てて俺はもうそれをねどっそうなんだろうなと思って、はい、こいつはバカだなって思いながら見る、はい、ということです。まあどうなっていくんでしょうね、はい、そうですね、はい。